もうぜひ今年中にやりたいですね。どういうコンサートとか？そうです、みんなと一緒に楽しめるコンサートやりたいです。傷ついた僕ね、「涙しだしの頬が濡れたね」「好きということはいろんな理屈じゃないよね」「舌を使う僕